れだけ高い壁だったとしても、私、おばあちゃんみたいな錬金術師になりたいから。アトリエ不思議の錬金術師トリロジーデラックス。約束したから、プラフタの記憶は私が取り戻すって。これからよろしくお願いします、ソフィー。うん、よろしくね、プラフタ。ソフィーさん、着てる服が違う。これ錬金術にも当てはまるのかも。どの釜がいいかな。私見てみたい。もっともっといろんなところ見て回りたい。お空の下を自分の足で旅してみたいんです。ひとたび、いざ水中へ。おわわ、強そうかも。うわー、これすごいかも。それじゃあ行くよ、リリー。うん、スーちゃん。ここは不思議な不思議な絵の中の世界。おとぎ話みたいで素敵だね。新しい冒険の予感がビンビンだよ。私はネルケ、このベストバルトの担当管理官を務めています。ベストバルトを発展させることはネルケさんの夢なんですよね。じゃーん、いかがでしょう。これはいつもと違う。幸せになれる道を探そうよ。アトリエ不思議の錬金術師トリロジーデラックス、2021年4月発売。